ダイパリメイクの反応集。ダイパキッズが待ちに待ったダイパリメイク作品が発売しました。ただ、外注している。グラフィックがしょぼい。バグが圧倒的に多い。だが、それがいい、など賛否両論の声が上がっていました。今回はそんなネットの反応について紹介していきます。なんやこれ2021年やぞ。テレビで二等身見てると一瞬だけ我に返る時がある。障害はできるのにデフォ二等身とか。やるならいっそどちらかに振り切ってくれた方が嬉しかった。正直銀河団との絡みに緊迫感よりも可愛さが勝っちゃって笑ってる。赤毛とかめっちゃ真面目なんだろうけどパワプロくんすぎて可愛すぎるんよな。二等身キャラ主人公とかは良いけど、七かまどとか赤毛とかでされるとないわってなっちゃう。グラとか色々言われるけどやり込んだ人間から言わせてもらえればめっちゃ面白いから問題ない。大戦中だけ光ちゃんの等身がまともになるから、それするなら全部あの等身でやらせてほしかった。赤毛のびっくり顔は声出して笑った。戦闘画面で等身戻るのにムービーとかはパワプロくんなのが違和感すごい。二等身なのはいいけど追加要素がなさそうなのが一番きついわ。何のためのリメイクなん？どこかで見たと思ったらアメーバピグだ。15年前にタイムスリップしてる感覚やね。欲を言うならば、ソードシールドの可愛らしく綺麗なグラフィックで光や白菜さん、ナタネやモミさんらの女性トレーナーを見たかった。今の時代にこのグラフィックはまさなおかなりきついのかなというのはプレイしていて実感します。何よりソードシールド後のクオリティを経験してしまうと、どうしても物足りないですし荒を感じてしまいますからね。ダイパリメイクではなくダイパリマスターというのは言えてるのかなと個人的には思いました。期待してたのはリメイクだったのに、出てきたのはリマスターだったのが叩かれてる理由だよね。ジム戦とリーグの難易度が当時ダイヤモンドパールより明らかに強化されてたな。白菜は当時トラウマになってたけど、そのトラウマを上書きされた。非常にストレス感じるのは同意します。プレイしてて避けられない部分なので、それ以外は懐かしさを感じながら楽しめてます。後はレート戦がない以上バトルフロンティアなどのやり込み要素が欲しいというのが本音ですね。地下大洞窟で殿堂入り前でも円や電気ポケの候補増えたのポイント高い。結局のところゲーフリが制作してないのが問題なのよね。レジェンズで大変なのはわかるけど発売時期を一年ぐらいずらすとか最悪鎧のことをみたいに、有料追加コンテンツでやればよかったと思う。ダイパキッズの愛はマジで泣いたわ他のシリーズが羨ましい。ジムリーダー戦の前のカットインに VS でもいいから演出もっと欲しかった。リメイク発表前までが一番楽しかった。良くも悪くも原作に忠実。ダイパリメイクは、波乗りバグでシェイミに到達できるという最大の原作再現をやらかしてくれた。賛否両論で買おうかためらったけど、買ってプレイしてみたらすごい面白かった。特に探検セット使ったら地下にいろんなポケモンいてミツハニーやチェリン、など珍しいポケモンいて9ダイパと全く違う編成で戦えるのは熱かった。地下大洞窟が面白すぎてずっとやってる。なんかリメイクできるツールにそのままぶち込んだかのような完成度なんだよね。発売前の時点でなんとなく荒れるってことは分かってたから。全く人の意見とか最新情報入れずに買ったけど、クソおもろいわ。ダイパリメイク出るんじゃねって考えてた時が一番ワクワクして一番楽しかった定期。正直バグは致命的なの以外はダイパ感あってよかったと思う。謎の場所とチェイミのバグもある種再現されてたし。良くも悪くも、昔ながらのポケモンって感じですね。波乗りバグも原作再現はすごすぎる。パール買ったのにダイヤモンドになるバグはさすがに笑った。移動のストレスは感じるけど、戦闘画面のグラはよくできてると思うし。期待値下がった後だけどやってみるかって心持ちでやってた割に楽しめた。このゲームのバグ発見の速度は何より面白い。もともとのダイパの完成度が高いから許されてるゲーム。原作が神ゲーだから面白いのは当たり前なんだよな。問題はリメイク作品としてはどうなのかってことであって。普通に神ゲーだった。結局ポケモンは面白いんやなって。チャンピオンの難易度を上げたのは本当に良い調整。戦要素に全く興味ないストーリーだけ楽しめれば良いタイプだから普通に良いゲームだった。グラがこれで、バグもめちゃくちゃあって、十数年期待されてたゲームってだけあって本当に残念。ゲーフリが外注して適当に作りました予感がやばい。ダイパがないがしろにされた感じで本当に悲しくなる。ツイッターで流れてくる面白バグを見ながらアルセウス待つのがよし。原作再現って言えば聞こえは良いけど、外注だからただオリジナルのコピーしかできないが正解なんだよな。グラフィックに力入れてないんだったら追加要素に力入れて欲しかった。追加内容少ないんだからせめてグラフィックに力入れてくれよ急。あと連れ歩きに関してもでかいポケモンがミニサイズで表示されるの悲しかった。
完全にダイパ世代なんだけど、ポケモンに対して特別な思い入れあるわけじゃないから、二等身グラフィックを活かした過去ユーザーが喜ぶ味わいあるリメイク、より、技術の進歩を活かした新たなるダイパ、を見たかったのが本音。初めて遊んだちゃんとしたポケモンがダイパな。生粋のダイパキッズの自分としては、今回のリメイクめちゃくちゃ楽しい。買ってから数日、他のゲームに全く手が伸びないくらいのめり込んで遊んでる。まあ、原作が神だから誰が調理してもクソゲーにはならないだろうな。だからこそ、期待を超える感動が欲しかった。ダイパやったことなかったのでレジェンズやる前にストーリーを知ることができて楽しかったです。叩かれて入るけどやっぱりポケモンは面白いなって感じ。バグには今のとこ遭遇してないし、地下探検面白いしグラも可愛いと思うしで個人的には満足してる。懐かしさとともに昔みたいにゲームぶっ続けでやる体力がなくなってる事実が襲いかかってくるゲーム。待たされたことと思い出個性の相乗効果でガンガン上がっていたハードルを超えられなかった良作って感じ。初めてダイパに触れるならこれで満足できたろうな。原作を忠実に再現って便利な言葉だな。何を言っても仕方ないけど、ダイパのリメイクはもっと感作になるはずだった。プラチナがいろんな面で完全にダイパの上位互換だったから、下位互換のリメイクをされてもプラチナの面白さには届かない悲しみ。普通に面白そうやけど、俺らの待ってたダイパリメイクがもう来ないと思うと悲しい。ダイパやったことなかったから普通に楽しんでる。やっぱり開発がゲーフリではなかったのでストーリー面に手を加えるのは難しかったのかな？リメイクって難しいですね。まあ、改造するとこれはじゃないと言われるし、今作のような移植に近いリメイクだとうからんと言われる。難しい。期待する声が大きかった以上、露骨にストーリーに改変を加えたり仕様を変えると叩かれると思い、変化を最低限に抑えた結果手抜きだと叩かれる悲しいオチを迎えたダイパリメイク。悪いところもあるけれどなんやかんや楽しいんだよな。ライト勢向けのリメイクだったよな。良い意味で住み分けしてる感じ。 FF7 バリのリメイクを期待してた自分に驚いたんだよね。はっきり言って一斉楽になって5世代以降の技が追加されただけのダイパって感じがする。アップデでバトルフロンティアとかのやり込み要素追加してほしいな。互換がない分このソフトだけで長く遊べるようにしてほしい。ダイパリメイクまだかな。伏線かこれって言ってた時が一番楽しかった。バグが多いのは制作が間に合わなかったのか、原作再現なのか。神ゲーではないけど、普通に面白いゲーム。間違いなく良ゲーではある。足りない部分もあるけど、個人的には久々のダイパを楽しめたと思う。良作ではある。あの輝きを再び。ダイパリメイクのリメイク出してほしい。対戦ないと動画とかでも盛り上がらないから寂しいな。もうポケモンは卒業しろというゲーフリからのメッセージだろこれ。ゲームセンターも消されてます。ゲーセンに賭博要素含まれるから海外の規制に引っかかるんや。キッズ向けに売るには排除するしかなかった。昔を思い出させるためにあえてこうしてるんや。別に技術力がないわけではない。この状態でスライドしてくるの笑うわ。忠実に再現やぞ。逆にデバッグさすなや。デバッグとは、バグを確認し修正する作業である。バグ直さない方が人気出る定期。でもバグなかったらここまで話題にならなかったやろ。今のバグ祭りを楽しめないのは負け組やと思う。すぐアップデでバグ直されるやろうし。座ればいいのに座布団の上で突っ立ってるジジババの忠実な原作再現には爆笑した。パールを買ったのにダイヤモンドのシナリオになってしまったらしい。これ再現性あれば一つのソフトで両バージョンできるやん。もうめちゃくちゃでくさ。こんだけバグまみれでもダイパだから。で割とどうとでもなる唯一の作品。あまりにもバグ多すぎて一周回って面白いのは本当にある。あの頃みたいにバグでキャッキャできるのは評価できる。わざっぷに書いてあるような方法で再現できるバグが多くて草生える。バグを再現しようとして、バグを誘発し、それがユーザーを楽しませる要因となる。最高じゃないか。バグがあった方が RTA は圧倒的に面白くなるから楽しみ。修正したら下で味のないガムになりそう。怒りよりも笑いが込み上げてきてしまった。実害なさそうなのから有用なのやら、害悪バグまで様々な取り揃えでしばらく楽しめそう。ゲームとしては正直ダメなレベルだけど、ダイパリメイクとして完成度がむしろ上がってるのが面白すぎる。冷静に考えてこれがあのダイヤモンドパールというレジェンドのリメイク作品でええんか？仕方ないだろう。彼らの頭の中には、僕の考えた理想のリメイクが常に存在しているのだから。ポケモン好きでダイパも好きだからやってて楽しいけど、このリメイク良かっただろ？って言われたらノーやわ。叩かれてるのアルセウスのおまけ感あるのも大きいと思う。あまりにも差がありすぎる。
ダイパリメイクの何がひどいって、本気出せば剣盾レベルのができるのに手を抜かれたってことだよな。全力で作ってあれなら仕方ないで済む。剣盾アルセウスレジェンズの間であれは残酷すぎる。レジェンズに本気出してて手が回らないから外注したようにしか見えんからな。ブラック言うほど悪くないやろ。剣盾の前に出てたらそこそこ評価されてそう。楽しかったのはダイヤモンドパールじゃなくて、ダイヤモンドパールを遊んでた少年時代だしな。もうおっちゃんはポケモン卒業しろってことだぞ。